いつ強くなってやがる。今日のところはこれくらいにしておこう。逃げる気？もともと今日は戦いに来たわけではない。タイミングが悪かったようだがな。なんだと？リグレット様からの伝言を届けに来たのだ。まがいものから？早く私のもとにとリグレット様は言っている。それだけ？軍門に下れと、そういうことか？意図はわからん。伝えただけだ。そもそも私がリグレット様の意図を測るなどおこがましい。あれ、学士のマキナじゃね？すっげえ、かっこいい。これ以上騒ぎになるとまずい。ではな。マキナちゃん。アミキササラ。マキナちゃんは本当は優しい子なんだから、その力で人を傷つけちゃダメだよ。マキナちゃん。駒村さん、大丈夫ですか？ニコじゃない。ニコじゃないの。呆然自失って感じだな。帰宅部のこと話してる場合じゃないよな。前段階なく急にカタルシスエフェクトだもの。一気に全部現実のことを思い出してしまったのよね。しかしここに残していくのは危険です。一人にしてはいけません。とりあえず連れてこうぜ。この人数なら一人くらい守れるっしょ。ニコ、歩ける？私たちと一緒に行こう。ニコ、心配だけど今は進もうぜ。蹴散らそう、キリコ。真っ二つにしてやる。頑張ります。全力で行くぞ。
さあ、行くよ。みんなを守らなくちゃ。切り捨てくの。迷惑かけないようにしないと。手加減はなしだ。よっ、えい。さあ、行くよ。どうだ。頑張ります。全力で行くぞ。みんなを守らなくちゃ。はっ、切り捨てゴム。はっ、手加減はなしだ。さて、どうしましょう。さあ、行くよ。迷惑かけないようにしないと。全力で行くぞ。頑張ります。切り捨てくん。はっ、みんな無事でよかった。ササラの献身のおかげだな。もらえるもんはもらっとけい。活動開始だ。手加減はなしだ。さあ、行くよ。みんなを守らなくちゃ。切り捨てくん。
全力で行くぞ。迷惑かけないようにしないと。よっしゃ、さあ行くよ。手加減はなしだ。さてどうしましょう。みんなを守らなくちゃ。全力で行くぞ。迷惑かけないようにしないと。みんな無事でよかった。ササラの献身のおかげだな。守らなくちゃ。手加減はなしだ。さあ行くよ。どうだ。迷惑かけないようにしないと。切り捨てコン。さてどうしましょう。さあ行くよ。
どうだ。みんなを守らなくちゃ。手加減はなしだ。切り捨て組。迷惑かけないようにしないと。どうだ。切り捨てゴム。手加減はなしだ。みんなを守らなくちゃ。全力で行くぞ。さて、どうしましょう。もらえるもんはもらっとけい。喧嘩売る相手選んだ方がいいよ。切り捨てごめん。手加減はなしだ。迷惑かけないようにしないと。さあ、行くよ。君の歌を最高な気分。
上がってきた。どうだ。この調子でどんどん行きましょう。実力急上昇ですね。私の邪魔したこと後悔させてやるから。さてどうしましょう。全力で行くぞ。みんなを守らなくちゃ。頑張ります。どうだ。えい。さてどうしましょう。好きって好きって、ほらまだまだ状態染まって染まって、この顔
無事でよかった。ササラの献身のおかげだな。このみっけ。準備運動しなきゃダメだよ。迷惑かけないようにしないと。さあ、行くよ。頑張ります。切り捨て君、全力で行くぞ。さて、どうしましょう。みんなを守らなくちゃ。よし、次行くよ。いけいけ、キリコ。マミキさん、みんなやっつけちゃいましょう。マリエちゃん、頼りになるわ。頑張ります。迷惑かけないようにしないと。はっ、キリステコン、全力で行くぞ。さて、どうしましょう。みんなを守らなくちゃ。さあ、次行こう。行くよ。頑張ります。迷惑かけないようにしないと。はっ、えい。キリステコン、全力で行くぞ。さて、どうしましょう。みんなを守らなくちゃ。さあ、行くよ。手加減はなし。頑張ります。
戦い控えおろう。キリコちゃん、懲らしめてやりなさい。なんてね。切り捨てゴム。迷惑かけないようにしないと。手加減はなしだ。どうだ。やった。全力で行くぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。
手加減はなしだ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。負ける気がしないな。負ける気がしないな。負ける気がしないな。全力で行くぞ。手加減はなしだ。どうだ。調子が。調子が。もらえるもんはもらっとけい。お、いいもの見っけ。来た。ココア待ちくたびれちゃった。なんか人数が増えてるみたい。おうおう、来てやったぜ。一言文句言ってやらねえと気が済まねえ。小畑先輩はもうダメ。イライラして女の子に暴力振るうような男は NG。 DV 彼氏になりそうだし。ああ、こっちから願い下げだ。偉そうに人を品定めしやがって。でも他にも男の人はいるもんね。つうかお前、条件定めて男見繕って何目指してんだ。こんなとこで婚活しても意味ねえじゃねえか。意味なくないよ。ここには出会いがたっぷりあるもん。ココアはここで最高の男を見つけ出して、彼と恋に落ちゴールインするの。
いろいろ突っ込みどころがあんだけどさ、ここにいる奴らって現実どうなってるかわかんないじゃん。ここで見つけても意味なくね。わかってないな。まずはフィーリング、いわば魂同士のマッチングよ。そこが合わなきゃどうしようもない。気になる人がいたら現実を思い出させて聞き出せばいいの。帰宅部のみんなはそんなことしなくても現実の記憶があるからね。あなたたちの中に運命の人がいたら最高ね。キューピーちゃんは結婚がしたくてたくさん恋愛してるってこと？もちろんそうよ。だってそれが女の幸せってものでしょ。ココアはいつまでも負けてらんないの。そんなことのためにここまでやんのかよ。そんなことって何？幸せになるために最大限努力して何が悪いの？目の前に夢みたいなチャンスが来たのよ。まだ間に合うなら全力でチャレンジするでしょう。当然じゃない。のとくんの視線はずっと気づいてたよ。男にこびる女嫌いなんでしょ。自分をよく見せて他人よりも幸せを勝ち取ろうとしてるだけ。恥も外聞も捨てて全力で戦ってるだけ。バカにされる言われなんて一つもないよ。山本、ココアはいい男を捕まえて現実世界へ帰るのよ。そうして次こそ勝つの。つまりあんたは最終的に現実へ帰るつもりなのか。運命の人が見つかったらね。学士なのにそんなこと許されるんですか？知らない。ブラフマンは現実と行き来してるみたいだし、学士として貢献したらそれくらいのわがまま許されるでしょう。それならあんた俺たちの側についたらどうだ？ふーん、そのプランだと現実へ帰る許可をもらえる確証がない。貴重な戦力である学士をみすみす現実へ返すか？お前が帰れたとしてもその伴侶の帰宅まで許されるか？それで俺たちはあんたが婚活相手を見つけるのに協力してやる。その後俺たちをリグレットの元に案内して一緒に戦えばいい。リグレットを倒せば確実に帰ることができる。そして俺たちには対面さえすればリグレットを確実に倒せる秘策がある。そんなのあるの？ブラフに決まってるでしょ。ダメ、却下ね。正直あなたの提案の方が勝率高ければ乗ってもよかったんだけど。なぜですか？魅力的な提案でしょ。あなたたちがリグレットに勝てるわけないから。ああ。それだけ違うの。キー、あなたの力とリグレットの力は。なんだと？プランは続行ね。いい人を見つけたらリグレットにお願いしてココアとフィアンセだけ特別に返してもらう。困難な道かもしれない。でもその特別感が私たち二人の愛を絶対のものにするのよ。自分さえ良けりゃそれでいいってわけね。ああ、黙って聞いてりゃマジで腹立つ女だな。何よ、文句あるの？終わりなんだよボケ。グダ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 るっせんだよクソ。まだ間に合う、次こそ勝てる。そんなもん現実でやっとけ。まだ先のあるやつが不幸ずらしてグダグダ言ってんじゃねえ。俺の後悔はな、何をどうしたって取り返しがつかねえんだよ。そもそもてめえの言う最高の男ってのは結局ステータスじゃねえか。そうよ、何が悪いの？誰が見ても納得する最高の幸せなんてステータスしかないじゃない。そんな最高の男にてめえはどんなメリット与えられんだよ。ああ、さっきから選ぶ側の言い分ばっかだな。てめえは相手にも選ぶ権利があるって知ってたかよ。黙りなさいよ、殺すわよ。お前は俺とお似合いだぜココアちゃんよ。クズ同士仲良くしようじゃねえか。黙れ。あんたもういらない、殺してやる。
泣いて謝るなら付き合ってやるぜ。加減はなしだ。さあ、行くよ。みんなを守らなくちゃ。頑張ります。一刀両断。安心しろ、身の内じゃ。全力で行くぞ。そう、手加減できませんからね。手加減はなしだ。ここで負けるわけには。迷惑かけないようにしないと。キリスト君、全力で行くぞ。さ、行くよ。ここから先は通さないから。やるじゃない。さて、どうしましょう。キリステ君、手加減はなしだ。頑張ります。さあ、行くよ。
力で行くぞ。はい。まだバグが。みんなを守らなくちゃ。切り捨てごめん。まだまだ状態。気づくからね。さて、どうしましょう。ちょっとテンション上がってきた。これは痛いわよ。調子が。最高な気分ですね。愛にして返してやる。ちょっとテンション上がってきた。加減はなしだ。切り捨てくん。
こと。それで終わりかよ。コバトちゃん、ダメ。くらえ。すまん。ありがとう。私。ああ、逃げた。追わなくていいのですか。今は放送を止めるのが先決かな。そうでした。この曲を止めましょう。放送を止めるスイッチはどれだろう。私こんなにスイッチ見てたら頭ぐるぐるしちゃう。ああ、だいたいわかるからやるよ。学園祭もどうなることかと思いましたが、何事もなかったように再開してますね。うん、一件落着だ。まだ回る時間あるかな。疲れたよ。帰って寝たい。キューピーを逃してしまいましたが、大丈夫でしょうか。彼女から我々の情報が漏れることも。ああ、それに関しては可能性が低いと思う。それより、おいコバト、もうあんな暴走すんなよ。あの騒動のおかげでキューピー逃したんだからな。分かってるよ。呼び捨てすんなよガキ。あとさっさと帰宅部に入れよ。そんなに学士が気に食わないなら俺たちと一緒に倒せばいい。別にあいつらが気に食わねえわけじゃないっつーの。けどまあいいか。え、まあ一通り暴れてすっきりしたしな。今の状況自体がすでに最悪だけど、ここに居続けんのはもっと最悪だわ。リグレットぶっ倒して現実に帰れんなら俺もお前らに協力する。帰宅部入ってやるよ。本当ですか。やっとか。引っ張りすぎだよ先輩。キリちゃんからワイヤー連投される毎日も悪くなかったけどな。返せよコバト。本当にいいのか。キーはまだ。コバトが何に怒ってるかわからない。俺も悪かったよ。何も知らねえお前に八つ当たりして。コバト。でもバーチャドール嫌いなのは変わんねえからよ。リグレットはぶっ潰すぜ。俺の怒りを全部ぶつけてやる。まあ適当によろしくな、ぶっちょ。ん？戦力といえばもう一人いたはずだけど。あれ？ニコどこ行った？ここまで一緒に来たよね。ニコがいないぞ。いつの間にいなくなったんだ。大丈夫でしょうか、駒村さん。ショックを受けていたようなので心配です。帰宅部の説明とかしてないし、連絡取ったら？ちゃんと話した方がいい。そうだね、ワイヤーしとくよ。あ、もう帰ってきた。ごめんなさい、大丈夫です。少し気分が優れないので先に帰らせてもらいました。だってさ、とりあえず無事みたい。次投稿してきた時に説明しましょう。では今日はもう解散ですね。学園祭に参加される方はほどほどに。お疲れ様でした。お疲れ。少し話がある。半分正解。気にならなかったか、マキナのリグレットからの伝言を伝えに来たというマキナ。学士の理念とは無関係に、マキナとキューピーは別の目的で動いていた。そして
学士も一枚岩じゃない？本当に全部嘘か。ごめん、ニコ。朝の光がまぶしい。学校というものはどうして朝から行くものと相場が決まっているんだ。もう間に合ったんだからいいでしょ。この声は先輩、毎日毎日同じこと言っててよく飽きないね。宮迫君こそいつになったらまともな時間に登校できるようになるんです？どうせ学園祭の前後1週間なんてまともな授業なんかできっこないんだし、いいじゃん、ちょっとぐらい。そういう問題ではありません。規則は規則です。何度も言うようだけど、私の生徒手帳にはそんな規則どこにも書いてないの。朝から元気だな、二人とも。あ、部長とキウ、おはよう。遅いですよ、君たちも。上級生としての自覚を持ちなさい。キリコ、翔太、おーし。キイ君、こんなところで姿を見せるのは。いいじゃん、誰かに見えてたら。むしろ帰宅部候補なんだし。それはそうなんですが。あれ、部長とキイ、なんか元気ない？見れば君、顔色があまり良くありませんね。仮病というわけではなさそうですね。部長の調子がいまいちだと、キーの気分も全然上がらない。あ、そういえばニコも学園祭以来ずっと学校休んでるんだよね。まさか学士に連れて行かれたとか。わっ、ギリギリセーフ。あ、キリコちゃん、おはよう。ニコ先輩もおはようございます。あれ、先輩顔色が悪いですね。無事だったんですね。うわ、ご心配おかけしてすみません、ゴンタ。あのゴンタ先輩というのはやめてもらえると嬉しいんですが。もうニコ、ずっと連絡ないから心配してたんだよ。あ、ごめんなさい。でも、もう大丈夫です。ニコ、今日から完全復活です。なんだ、全然元気そうじゃないか。うわ、今の声は。おーし、キーはここだぞ。いやー、カタルシスエフェクトに目覚めたんだ。全部思い出してるんだろ。あー、うん、そうですね。ここ、とりあえず私たちと一緒に行動した方がいいよ。詳しいことは説明するからさ。が言うならそうします。じゃあ帰宅部入部ということでいいのだな。帰宅部？ええ、
自分の家、つまり現実に帰るための部活、それが我々帰宅部です。なるほど。あ、入ります。駒村2校帰宅部参加希望です。そっか、じゃあ一緒に頑張ろう。予定ですよ、皆さんダッシュ。はいはい、そしたら放課後にみんなで集まろう。挨拶はその時に。いいですね。はい。あの時とは別人のようだな、ニコ。元気になってよかったじゃないか。よろしくお願いします。駒村さん、こちらこそ。皆さん、ところであんた、どうしてずっと学校…いろいろびっくりしちゃいまして。無理もありません。最初は誰だってそうですよ。うんうん、そうよね。私もびっくりしたわ。してなかったっすよ。なあなあ、お前ら、ニコちゃんもいいけど、この俺、風祭り小鳩様の正式入部もちゃんと祝えよ。はいはい、祝ってる祝ってる。塩、あまりにも塩けど、それも案外悪くね。あ、そう。ポッポ先輩だ、よろしくお願いします。あ、ポッポ。いいから許す。あの、風祭りさん、聞きたいことがあるんですけど、いいですか？お、マリマリ、何？何でも聞いてくれていいぜ。どうして急に帰宅部へ入ろうと思ってくれたんですか？もちろん、一緒に戦ってくれるのはとても心強いんですけど。確かに随分請求な収支買いだな。暴れてすっきりしたからっつったじゃん。まだ何か疑ってんのかよ。その言い方モヤモヤすんな。まあいいや、そんなに気になるんなら話してやんよ。俺、前メビウスにいたことがあるんだわ。メビウス、以前ミュウが作ったっていう、あの、そう、クソバーチャドールが作り出したリドゥの前の。そうか、ポッポ先輩はメビウスっていう別ということは、ニコたちも同じようにリドゥ。そうよね、コバトちゃんがここにいるってことはメビウスから無事に帰ってきた証拠。まああれが無事って言うんならな。それは意識が仮想空間にいる間ってのは
心神喪失って状態だ。アストラルシンドロームの患者の社会復帰は問題になっていましたね。メビウスから戻ってきて目を覚ますと、俺は病院にいて身動きできねえくらい体が衰弱。意識のない人間をある程度人工的に生かしておくことはできても、俺はメビウスにいた時間と日常生活に戻るまでの時間を棒に振った。失った時間はどんなに頑張ったって取り戻せねえ。なのに今度はリドゥだ。それでバーチャドールは。だったら一刻も早く。リドゥすら嘘だと分かっても、嘘でも青春楽しみたくて粘ってたんだけどな。あの女との戦いで腹くくったわけよ。早く現実に帰んねえと、よりムカつく思いをすることになる。けどまあ、仮に帰れたとしたってどうすんだって話ではあるんだけどな。風祭り、そのすまん、コバト。なんだよ。母は悪くない。だけどお前を二度も巻き謝るな。俺が失ったものの意味もわかんねえくせに。ニコたちも現…そう考えるのが普通だな。奴らがメビウスの失敗から学んでいると豪語する以上、何かそこへの対策をしている可能性はあるが、このままリドゥにとどまり続ければいずれ全員が衰弱死すると考えた方がいいな。うんうん、帰れる帰れる。みんなで力を合わせれば帰れるよ。これで部員は9人。部員探しはこの辺りで一旦止めていいだろう。今後は学士のことを重点的。でも今のところ手がかりってないよね。そうですね、学士だけじゃなくリグレットに関することも全然。おい、バーチャドール、てめえの能力でちゃちゃっとどうにかならねえのかよ。難しいな。そうなの？学士を倒すたびに力を取り戻してたのに。そうなんだが、何やら今回は調子がいまいち。部長君の不調のせいだ。え、具合悪いんですか？朝なんか元気ないなとは思ったけど。早く元気になってくださいね、部長。頼りにしてます。顔合わせは無事済んだことですし、今日はもう解散しませんか？そうだな、部長の回復を待つべきだろう。何か気になる情報を見つけたらすぐにワイヤーで連絡を取り合いましょう。だな。じゃあそろそろ。あれ？
どうした、ササラさん。見て、ここ虫に刺されちゃったみたい。あー、ほんとだ、赤くなってます。生き死にの話をしている時にいきなり虫刺されかよ。